どうも、星野りっくんとじゃじゃ、ジャスティンとだ、やる気元気、大気、ガシンガシンガシン、そしてあー、こもでかな、だねおいおいおい挨拶ない、挨拶ないやばいよ。え、挨拶ないんですか。そう、急に一人になったね。6人の時あったんですよ、一応。まあ、ということでね、はい、今日は反省文の、はい女の子に来てもらいました。はい、あの反省文。まあ、こももちゃんと弟です。ってことは男性。あ、いや、妹です。はい、はい、はい。ガチなんですよね。本当に血縁の、本当の戸籍上の弟です。弟分でも今日妹ということで。今日は。あ、そうそう、妹。今日だけね。ということで今日はね、こももちゃんがなんか歌舞伎町に、はい。来ることがほとんどないんだって。しかもホストに初めて来たみたいで、うん、ホストのことを知りたい、うん、気になりたい、うん、気になりたい、誘導尋問すごみたいなので、ちょっとこれ2人、このホスト来たことない2人に、うん、ちょっと俺らに質問してもらおうと思って、うん、逆にね、はいはいはい、確かにね、やっぱりね、2人の質問っていうのは視聴者の質問、視聴者の質問ってことは全世界の疑問、そうということは主語でっかということは、うん、みんな気になるってことですよね。すごい、めちゃめちゃホストに2人が質問してみたらコーナー行ってみましょう。カウント Easy to dance。 まずはね、なんかありますまずはどういう人か紹介してみましょうか。紹介しましょう。 YouTuberYouTuberの弟。だからもともと反省文でね、TikTok でバズって。反省文っていうのはなんか特殊な、うん、あ、本当に学生の時ですよね。本当に学生の時に書いた、うん、あのスカート切っちゃったんですよ、私。嫌で。あれ、そしたら先生に怒られて、でそれを反抗する文章を書いたら、それがあの若者の心をくすぐり、TikTok で大バズり、900万回再生。すごっ、はい、そっからいろんな YouTube を撮られてるって感じですか。はい、まちまちでございますどちらかといえば反省文一本でございます一発屋でございます。何やるか分かんない、はい、はい、そうですございます。いや、でも喋った感じめっちゃなんか YouTuber、うんだし、コミュ力めっちゃ高くて、はい、あ、ありがとうございます。びっくりした、最近の女子って感じ。歌舞伎町で飲んだことはある、ホストに行ったことはないけど。いや、マジでだからワープに何回か行ったことある。ああ、新宿の、クラブです、ね、はい、クラブです、クラブです。こっち側の歌舞伎町でホストとかで遊んだことはない。一回もない。あら、本当にないです。へー、ハマっちゃうんじゃないえ、ちなみに行かなかった理由とかあるんですか、今まで。いや、でもあの本当にホストのイメージがそんなに良くなかったんですけど、なんかどんなイメージだったか。いや、言っていいですか。一個あって、地元のお祭りでなんかこう連れてるぐらいの中の女の子がすごいホストにハマってるって噂があって、でホストハマってて、ちょそういう夜の店で稼いだお金をもうホストに全部つぎ込んでもらえて、でその子に会ったんですよ。でその子会って喋ってて、その子が笑ったら、あの歯が真っ黒だったんですよ。それでうち、あ、ホスト行ったら歯真っ黒になるんだ。確かにあるあるやん。ないちょっと待って、その子が歯真っ黒なだけ。マジ怖かった。見た目はもう同い年のガチガチの女子なのに、笑ったら真っ黒みたいな。どういうことなの。それさ、こももちゃん以外の子もみんな怖くなってると思うよ。そうですよね。その子の周り。そうですよね。歯黒くなるみたいな。俺も周りにそういう友達いたら、多分歌舞伎町で働いてないんですよ。いないですよね。ホストのせいで体壊してとかじゃない。あ、そういう風に。え、ガチでホストのせいですか。いやいや、シンプルに歯磨かなかったら、見たらそう見えるんか。あ、まあ本当にそう、本当にそうで、なんかやべえとこだなみたいなイメージはちょっとあります。で、まずそこで潜在的にね、ホスト怖いなみたいな、うん、あー、植え付けられてる、うん、え、かなってんは周り、友達に、え、あ、なんかなりたい人いて、あ、なりたいで、なんかその人と結構よく喋ってたんだけど、うん、歯見たらめっちゃ真っ黒。嘘つけ。本当に奇跡。歯黒いとかはよく言われるけど、うん、歯黒いは初めて言われた。歯黒系ね。ああ、ない、女の子側がじゃなくてホストもなんだよ。うん、周りのなりたい側もね。ホスト持ってた。ホストに関わると歯黒い。これらもやばいお客様の、あの見分け方で、歯がないやつはやばいって言ってるね。あ、やっぱ出る。来ることはあるんですね、うん、やっぱそういう系の子が。ちょっと待って、コンビニでもサイズでも歯黒いやつはやばい。ああ、そうか、やばい客や。そうか、歯がないやつ。歯がないやつ。確かに、確かに、だいたい売りかけと思うんですよ。あ、売りかけって分かります。いや、分かりますよ。聞いたことあります。え、分かんないです。なんかね、簡単に言うと、つけって分かります。あ、つけ分かります。つけにしといて、で、ホスト未だにできるんですよ。できるんですか。身分証と、なんか僕は、私はお金借りましたよっていうサインがあれば
付けができるんですよ。でそれを飛ぶことを駆け飛ぶっていうんですよ。じゃあ払わないでどっか行っちゃうとか、もう飛んじゃうみたいな。うわまっくれちゃうみたいな。だからこのツイッターバズってて見たんですけど、シャンパンタワー飛ばれたみたいな。本当に俺らが払うんですよその場合。ホストがね、ホストがかわいそう。実際俺もリックも、俺も200万ぐらい1回いやー、400万とかやる。知ってるやん。ああだから売上が例えばその時俺300万とかあったんですけど、もうすごい。で給料が半分ぐらいですよ大体ね、150万、うん、でも180万とばれてるから、うん、300万売上上げたのに、うん、マイナスなんですよ。マイナス最悪、店に払わないといけないんですよ。バカ。あの時店に女の子どうするか。女の子ぶん殴るんですか。いや、ド変形。ちょっと女殴る。おい、黒くなっちゃう。黒くならんわ、ぶん殴られてる。死んで、死んで、死んで。ふりかけを飛んで道端で見つけたらラリアット。でも、そんぐらいしていいっすね、それは。それはラリアットしないし、ね、うん、額によるんですけど、うん、まあでも、探すホストはめっちゃ探します。もう実家行ったり、うん、そうね。しなかったんですか。僕はしないっすね。もう弁護士が多いよね。あーあー、そう、まあ、それそうだ。リクトさんとかもね、弁護士やったことあるけど、なんかそういう掛け回収業者みたいなのもあるんですよ、うん、そこにあの取り立て屋さん依頼して、そうする。めんどくさい。まあ俺レベルになると、うん、なんかもう女子が悲しい姿見たくないというか。おぜひナンバーワン、ナンバーワンすぎます。ネイティブ話をするの見たくないならかけさせてないですけどね。あ、やめろよ。よりホスト、ナンバーツーホスト、ナンバーツーホスト。さっき言ってたけど、ホストは暴力するみたいなイメージちょっとある、やっぱり、うん、まあでもね、アスカの読んでるから。あアスカのそれは本当にいっぱいあります。ないとは言えないんですよ。たくさん聞きます、お客さんが、うんうん、でも結局、うん、DV って、うん、多分身の回りの友達の彼氏とかにも聞いたことあると思うんですけど、うん、まあ、ホスト以外にも多いけど、うん、ホストをやるようなやつがそういう人種が多いって感じですね、うん、だからシンプルにクズが多いって。でもなぜか DV やる男に女ハマるっていうあれは何なんですか。なんだ、俺も見たら気になる。ですよね、何なんすか。だから女の子にこう俺が聞いたりするんですよ。こう自分の指名の子に、うん、なんかサブタン本タンってあって、うん、本命の人を本タンって言うんですよ。でなんか本命の店が休みの日とかに遊びに行くのをサブタンっていうんですよ。あ、2番手みたいな感じ。そう、俺が多いんですよ、それが。で、うん、本タンが殴るのみたいな、うん、でもお金使わせられるみたいに言うから、俺は「いや行かなきゃいいやん」って言ってもいい、うん、でも好き、じゃあ行ってくんだ俺に。じゃあ言ってくんな、相談してくんな、殴られるんだって。殴っちゃう、殴るか。で歯黒く塗ってこう。多分酒癖が悪いホストで、あの女性を下に見てるで殴るんですよ。ああ、あるかな。で怖いね。プラス、うん、そのホストがってより強調されてることによりホストしかしてないみたいなイメージついてるだけで、それ一般的によく DV はされてる。まあそうですね、普通の昼食の人でも、世の中でも、なんか何でもホストをで誇張するから、よりホストは殴るイメージ。まあでもね、そのイメージはぶっちゃけ偏見だけど、うん、でもある。ノンフィクション、うん、なるほどね、なるほど。まあでも俺の周りのホストはめっちゃいいやつだから、うん、そんなことないけど、歌舞伎町全体で見るとなんかそういうことをするホストが多いお店も多く、ね、あるある。やっぱお店の代表ですね。やっぱりね、代表で店っていうのが変わってくるんだけど、俺が代表だから、あ、代表取締役。ちゃんと日本語。俺は代表取締役。殴ると歯が黒いってイメージですね。ああ、まあそうですね。歯真っ黒で女殴る。でも、まあ歯黒いはちょっと否定させて。女殴るは、まあ、いるっちゃいます。いやでもリアルだな。いないって否定しないところがリアルな感じ。いや、やっぱり正直者なんでね、そうです、確かに。え、なんかあります？質問。え、別に偏見じゃなくてもいいですよ、質問でも。家の家賃だ、聞くでしょ。ああ、まずはね、ジャブ提案で。じわ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 。最近引っ越したんですよ、まだ。おっ、あ、ちょっと待って、最後にしよう。あー、危ない危ない。順番間違い、最初に。じゃあ、俺とリックでよ。僕、の家賃が今、40万円。40万って、なんか、いや、でも、ホストの中ではそんな高い方じゃないです。俺は結構一般的に考えて40万って普通は給料やん。ちっちゃい K 買えるわ。うん、K 買えるわ。めっちゃ儲けてる。めっちゃ儲けてる。すごいでしょ。すごっ。じゃあリックンはいくらですか。85万。えぇ、ー、倍。やご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 。引っ越しまして、700万ぐらい初期費用かかって、初期費用全部まいちゃえ。
いちゃえ。逆に一個すっげえ気になったことがあって、二、うん、人のあごめんね全くホスト関係なくなっちゃった。はいはいはい、はい。あ、二人のやめよう、女子だから。え？かなってやさ、ちょっとさ、純粋に見えん、めっちゃ見える。うんうん。かなってや、お姉ちゃんの前だから気まずいかもしんないけど、え、ざっと何人ぐらい経験人数。そうね。え、めっちゃ俺、あ、ピュアだなって。やっぱさ、従業員見てるからさ、結構、じゃあ、感じ取られてるっすか。え、ほんと？いや、合ってます。マジ？おぉ、ピュア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 ボーイ、ピュアボーイ、ピュアボーイ、ピュアボーイ、チェリーチェリーボーイですね。え、かわいい。高級ソープ行こうや。ちょっと待って、おい、あれとして止めさせて、あれとして、後で誘ってください。おい、ええで。でも、モテそう。ね、そうなんですよ。でも、ちょっと浮き、教えてほしい。逆にこのモテるあれを、めっちゃ教えてほしい。そう、多分友達みたいになっちゃうんだと思う、優しすぎて。ああ、確かに。だって空気読めるし喋れるけど、多分人を気遣いすぎてるから。そう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 、気使わないよ。死ぬか、気遣い。撮影前よ、撮影前ホスト殴って鼻血出すって言ってました。どこがな。例えばニアとかいても、友達をこう押しそう。ああ、ちょっと俺はいいから、そうそうそう、頑張れよみたいな。ああ、確かに。あと理想が高い。ええ、楽しそうだよ。あんま。ああ、本当だよ。あ、理想高い。ちゃんと結構恋愛トークするんや。あ、でも結構オープンなんですよ、彼は。へえ。だから話してくれますね。え、子供ちゃんのじゃあ好きなタイプわかる？あ、好きなタイプわかります。わかる。どんなどんな。大体長身です。あ、スタイル、いやいや、めっちゃ理想高いよ。めっちゃ遺伝してるやん。180は欲しいかな。おい、くそ、2センチ足んなかったな。そっか、芸能人で言うと顔は誰風。ああ、でもマジで向井おさんの。ああ、塩顔みたいな。塩ね、も好きだし、角もちょっと火生えてる。ああ、あれ、身長伸ばす。やっぱりさ、結構タイプ。ええ、やば。ちょっと剃っちゃったけどね。そうだよ、今は衣替え。衣替え。でも、ホストの偏見じゃ一個言っていいですか。あ、ある、まだ。いや、ありますよ。何、何言いましょう。一番あんのが、鬼枕営業。出た、ナンバーワンとツーなんて、もうそこでやってんじゃないのみたいな。確かに、バコバコ、そうそう、バコバコ取ってきてんじゃないの、逆。基本的には毎日。臭い方やな。てか元気やろ。10年以上ホストやって。すごい。まあでも実際なんか二分化、二分化ではないけど、そっちの枕色恋、あと本営って言って、俺お前の彼氏なんだけどさ、彼氏に頑張りたいやろ、お前彼女なんだからみたいなことを本営って言うんですよ。っていう系のホストの方は結構落ちてる。ええ、だからアスカのですよね。あ、だから本当そんな感じです。なるほど、アスカの。なんか枕っていうか、ただ単にチャラい男が多いんですよ。そう。あー、だから枕っていわゆる仕事でやりたくないけどやることを枕っていうじゃないですか。うんうんうん。だからシンプルにホストはXしまくってるやつが多い。しまくってる。そう、そう。確かに。そのままなんだ。そう。だから偏見のままやん。枕っていうかはチャラいってだけ。チャラい。あー、それ営業っていうよりも、まあ普通に合コン帰り持ち帰るみたいな感覚。ここで大事なのは、女性側もチャラいってこと。あー、確かにね。持ち帰られる女側もある。なぜホストだけって言われるのかわかんないです、僕は。確かに。だってどっちも同意の上じゃないから。確かに。うろこから目なのに、枕はただチャラいだけだぞ、お互いが。すごい、枕2回。1日2回枕の人が。でも、そのダイエットでも仕事のためにできるよって人は少ないと思う。少ない。本当のプロの鬼枕は逆に俺らも尊敬してます。すごい。ああ、そういう人いるんですよ。下手したらってか、クソババアとか。あ、だから全然言い過ぎやろ。ババアでいいやろ。いや、ヘタに包むとクソババアとか。でもね、多分ね、2人の偏見ってやっぱ若いじゃん。だから大体合ってるかもしれない。ただ歯黒くないよ。あと歯黒くしないよ。でもガチ歯黒かった。見てたらどうしよう。そういう感じだな。いないと。実際歯黒いのはいないけど、だからさっき言ってくれた鬼枕、なんだっけ、 DV、 うん、あと金も稼いでる。あ、でも金稼いでるは、ほんとほんの少しです。え、あー、もう TikTok とか YouTube 見るじゃん、ホスト。うん、まあ、みんな金持ってんなって思わない？なんか金持ってるんだけど、ちょっと嘘入ってんだろうなと思う。あー、ちょっとじゃないです。もうほとんど持ってないです。めっちゃ嘘。ほとんど持ってないです。9割ぐらい持ってないんだったら持ってない。あ、でも
持ってるって見せかけてるの。持ってるって見せないとかっこ悪いから。なるほど。だからお金ないけどみんなハイブランド着てるし。ああ。だから貯金があるホストの方が多分少ない。それこそ自分で売り上げ作って数字だけ出してる。そうそうそう。やらせ、やらせ、すごいな見栄えで。そこまでしないとホストの道も険しいぞ。せやねん、せやねん。ホスト is dangerous。 デンジャラスね。はい、ということでどうでしたか、ホストの偏見を。気軽な動画やった。はい、答えてみましたが。いやでも、思ったよりも気軽。あ、よかった。軽いスナックみたいな感じ。軽すぎやろ。飲むぐらい。でも食べ過ぎたちょっと胃もたれしちゃうみたいな。あ、うまい。そんぐらい。うまいな。うますぎてうまになりそう。ヒヒー、出た。パカラッパカラッパカラッ。どこ行くねー。はい、ということで今日はね、こももちゃんと、こももちゃんの弟かなてやに、はい、ね、ホストグラム来ていただきました。今日はここまで。頼みずじった。大丈夫か。じゃあな。バイバーイ。ありがとうございました。